ネリー・ザックスは、ドイツの詩人及び作家。自らの苦悩と過酷な時代の体験の中から、数々の優れた詩を生み出し、戦後ドイツを代表する詩人の一人とされる。ナチス・ドイツによる、迫害経験から、ユダヤ人の悲嘆の代弁者となった。1966年、ノーベル文学賞受賞。よく知られている作品に、 手劇、エリ、イスラエル受難の神秘劇、死臭、死神の住処で、逃亡と変容、ゴミなき境への旅、求める女などがある。ザックスは1891年、ベルリンのシェーネーベルクに、ユダヤ系の工場主の娘として生まれた。セルマラーゲルレーブや、ドイツロマン派からの影響のもとに早くから、詩や義曲を執筆し、1921年には、 伝説集を出版。1929年には新聞に初めて死を発表している。1930年に父を亡くし、その後、ナチス政権の成立とともに、ザックスの将来に暗雲が垂れ込める。1940年に老齢の母とともに、ナチスの迫害を逃れて、スウェーデンに亡命。亡命の成功は、 セルマラーゲルレーブとオイゲン王子の助力が大きかったという。この亡命によってザックスはナツスのユダヤ人狩りから逃れることができたが、巨婚は命を落とすことになった。戦時中は生活の糧を得るために、50歳を過ぎてからスウェーデン語を学び、スウェーデンの死のドイツ語への翻訳を始める。戦後のザックスはスウェーデンに泊まり、 ドイツ語での試作とスウェーデンの死の翻訳を続けることになる。1947年にドイツで死臭、死神の住処で、を発表する一方で、1952年にはスウェーデン国籍を取得している。故郷ベルリンには1965年に一度、訪問しただけである。ザックスは1950年の母親の死の直後を、はじめいくども、 精神的な危機を迎え、1960年には重度の危機に陥って精神病院に入院したこともあった。最もひどい時には外界に対する接触を全く失うほどだった。この病にはナチズムによる迫害の経験とそのナチズムが復活するのではないかという恐れが大きく影響していた。そのような不安定な精神状態を抱えながらも、ザックスは 試作を続けたが、その彼女の文学における支えとなったのは、ハンス・マグヌス・ウェイツェンスベルガーだった。また、パウル・ツェラントは16年にわたって、手紙のやりとりを続け、二度ほど感を合わせている。1961年には、ネリー・イザックス賞が創設され、その初回受賞者となった。1965年、ドイツ書籍協会平和賞、受賞。 1966年にシュムエル・アグノンと共にノーベル文学賞を受賞したとき、彼女はアグノンがイスラエルを表し、私はユダヤ人たちの悲劇を表す。と語った。晩年は癌に苦しみ、1970年にストックホルムで死去した。亡骸はストックホルムのノラ・バグロブニングスプロットさんに埋葬された。ありがとうございます。